アルビレックスメールマガジンをご覧いただいている皆さん、こんにちは。藤田和樹です。チームとして土地のサッカーに対してセカンドボールを拾うっていうことだったり、自分の役割として背後のケアとビルドアップの部分を求められる中で、そこの役割を全うできて何本かいいセーブができたので、自分としては良かったと思いますし、まあ、結果は勝てなかったので、そこに対する改善と反省をもっともっとチームでしながら、この結果に満足せずに次の試合に臨みたいと思っています。前節のみたいなプレーを毎試合やることが自分の目標ですし、ああいった決定的なセーブを毎試合1本以上することが僕の自分の目標でもあるので、大宮戦も絶対そういったセーブが求められると思うので、自分自身そこに集中しながら自分の良さをもっともっと出していけたらいいなと思ってます。次節は、上位対決となる大宮戦です。サポーターの皆さんの声援が本当に自分の力になっています。絶対に勝たなければいけない試合だと思うので、皆さん応援よろしくお願いします。8月8日はシーズンパス対象外試合となりますが、チケットは5000枚限定販売となります。J リーグチケット、ローソンチケット、オレンジガーデンなどから お求めください。大事なゲームに勝利できるように全力で頑張ります。皆さん応援よろしくお願いします。